こんにちは。今日は久しぶりにノースフェイスのお話をさせていただきたいと思います。自分の動画なんですけども結構サイズ感とか、M サイズ、L サイズとか XL とか比べてみましたっていう動画結構多かったんですけれども、今回はですね、実際スケーターの時と、普段ですね、ジャストサイズで着る時の2パターンがあるんですけれども、そのスケーターの時ですね、スケーターやストリートファッションの時に、どのようなノースフェイスのナイロンジャケットが合うかっていうのをですね、今回紹介していきたいと思います。自分がスケータースタイルの時ですね、太い服がちょっと主になってくるんですけれども、そういった時にね、これ着たらちょっと、調子いいよっていう服を3枚あげてきます。ここにかかってる以外にも実際何枚かあるんですけれども、大体普段着てるのはね、この辺になるかなーってとこですね。サイズがですね、自分身長が172センチの体重が70キロぐらいですね。もしかしたらちょっと最近太ったりもうちょっとあるかもしれないんですけれども、それでサイズがね、L ですね。一部 XL ですね。この辺とか XL なんですけれども、大体ジャストよりちょっと大きかったりとか、大きめに着るってことを考慮して、L にしてます。XL だとね、ジャストサイズの時にちょっと着れなくなっちゃったりするんで、どちらのサイズの時にも着れるっていうサイズを買うようにしてます。早速ですね、第3位からですね、紹介していきたいと思います。まず3位ですね。3位は、こちらになります。ノースフェイスのコーチジャケットですね。こちらが第3位って感じになってます。こちらはですね、価格もね、14,000円とか5,000円なのかななんですけれども、結構シンプルっすよね、本当に。なんで、どんなスタイルにでも合うというかね、色味をね、黒とかね、カーキとか買っとけばどんな服にも対応するのかなって感じです。でも一番好きなね、着こなしといえば、前の動画にもね、上げてるんですけれども、やはりこのフードをインして着るような感じですね。ここからフード出して着るような感じなんですけれども、その着方が一番ね、スケーターとしてはかっこいいのかなと思います。冬とかはちょっと厳しいんですけど、春とか、秋とか、あと夏のちょっと夜の寒い時、北海道なんで結構寒いんですけれども、そういう時にね、こちらのジャケットは活躍するかなと思います。ちなみにこちらのジャケットはですね、自分は XL を着てます。XL だったらね、ジャストサイズの時も着れるんで、比較的このシンプルに着こなせるっていうところで、普段も着れるっていう感じですね。ただ、パーカーを着て、ルーズに着こなすとほんとスケーターっぽいシルエットがもう簡単に作れますよって感じですね。なんでこれが3位になります。ちょっとね、生地とかね、ゴアテックスとかじゃないんで、そういったところでね、防水性、防風性ってとこがね、ちょっと心配かなってとこなんですけれども、そんなね、雨のべしゃべしゃになる時とかね、着てくもんでもないんで、そういったところでもね、使い分ければ全然、かなり調子いいアイテムだと思います。で、僕はちなみにこちらですね、黒も持ってます。黒がね、かなり合わせやすいと思います。もう薄いデニムにもね、合うし、迷彩パンツとか、スウェットパンツとかにも合うんでね、すごいかっこいいと思います。コーチジャケット自体がなんかね、結構最近のちょっとルーズなスタイルであったりとか、ちょっとね、古着系の方にもね、インスタとかで着てる人もよく見かけるんで、すごいね、調子いいアイテムなんじゃないかなと思います。黒はね、こんな感じですね。黒も XL ですね、着てます。第3位がですね、ノースフェイスのコーチジャケットになります。もうかなりね、もう合わせやすい鉄板のコーチジャケットって感じですね。シンプルですし、バックプリントとかも特にないんで、結構コーチジャケットでどっちかっていうとね、結構ストリート寄りであったり、ちょっと若い印象になるんですけれども、結構年齢が上の方でもね、シックに着こなせるんじゃないかなと思います。太い服以外にも、ジャストサイズの時とかにもね、着ても様になるんじゃないかなと思うので、第3位ですね。かなり万能選手だと思います。で、続いて、第2位ですね。第2位は、はい、こちらですね。マウンテンライトジャケットですね。こちらが第2位になります。こちらもね、動画内でもサイズ感とかで紹介してるんですけれども、かなりね、こちらも合わせやすいかなと思います。個人的にはマウンテンジャケットと、マウンテンライトジャケット、似たようなジャケットが2つあるんですけれども、マウンテンライトジャケットの方がなんかボタンがあるタイプ、で、止水ジップじゃない方がスケーターっぽい雰囲気が出るのかなと思います。どうしてもなんか止水ジップとかね、使ってしまうと、現代っぽい感じしてね、かっこいいんですけれども、ちょっとやっぱりね、山感っていうかね、ちょっとスポーツ感出ちゃうのかなっていうところで、僕は個人的にはマウンテンライトジャケットの方が、いいかなと思います。価格もね、マウンテンジャケットよりも安いですし、ゴアテックスも使ってるんで、特に山とかね登らない自分ではこれぐらいでもかなりね正直オーバースペックなんじゃないかなと思います。でこちらがですね、第2位ですね。この色に関してはちょっと M サイズになってね、サイズ感とかちょっとつけたっぽくは切れない感じなんですけれども、別なカラーですね。この赤とかはですね、もうかなりセーターの時にね、着用してます。ちょっと汚れちゃってるんですけれどもね、これはかなり活躍してますね。やっぱこの黒と赤、このツートンがなんかノースフェイスって感じがしますよね。僕だけかもしれないんですけれども、かなりこのジャケットはね、重宝してます、正直。で、これがね、L サイズです。L サイズでまあちょっとゆとりあるような感じですね。M でもかなりジャストって感じになるんで、個人的にはね、ケルプタン以外は L サイズで固定してます。あとジップインジップとかね、そういうことも考えるとやっぱり L サイズ、ワンサイズ大きめというか、で買っておくとね、一般で着られる方も非常にね、いいのかなと思います。中に着ないでね、普段からジャストで着たいよって方はね、ワンサイズ下げというかね、でもいいのかなと思います。個人的な感想なんですが、他のノースフェイスですね、ドットショットジャケットとか、あとクライムライトジャケットとかに比べるとワンサイズ大きいようなイメージがあります。買うときはちょっと試着した方がいいかもしれないです。これはね、もうほんと、どんなシーンというかね、どんなパンツ、デニム履いても、カーゴ履いても、スウェット履いてももう簡単に様になりますね。もう簡単にスケーターになっちゃうんで、すごいかっこいいなぁと思います。こちらがね、第2位になります。もうノースフェイスって感じですよね。はい。はい、第2位がマウンテンライトジャケットですね。1位かなーっても思ったんですけれども、かなりそのデザインとカラー、カラーも結構僕買ったんですけれども、この黄色とかに関してはね、ごくごく最近、新品以外にもね、ちょっとリセールとかでも買ってるんですけど、黄色ちょっと欲しくて買ったんですけれども、そのカラーバリエーションというところも非常にいいですよね。こういった変わったカラーもね、黒とかね、カーキとか持ってれば攻めたりすることも可能なんでね、こういうね、派手なカラーも個人的には好きです。意外に派手なカラーの方が個人的には実は着てます。なんかかっこいいなって感じがしますね。スニーカーとかと色合わせてもね、非常にかっこいいと思うんで、非常におすすめです。ちょっとね、靴とかキャップとかでね、ワンポイントで色入れるとね、合わせたりするとすごい、おしゃれなのかなと思います。2位がね、マウンテンライトジャケットっていうところで、1位かなって思う人もいたと思うんですけれども、個人的な、自分の中の1位は、こちらですね。こちらがちょっと個人的な1位になります。ここ最近のね、ノースの中でもかなり一番気に入ってる商品です。こちらですね。ノースフェイスのレイジーシリーズの、プルオーバージャケットですね。正式な名前はちょっと、間違ってるかもしれないですけど、レイジー GTX プルオーバージャケットだった気がします。こちら素材もゴアテックス使っててですね、防風性とかね、防水性、バッチリなんですけれども、このプルオーバーですね、なんせ特徴は。このプルオーバーがですね、ほんと簡単にね、これもなんか、スケータースタイルというかね、ちょっとストリートスタイルっていうのを演出しやすいのかなと思います。なんかふわっとね、着る感じがやっぱり、ストリートっぽいのとかね、感じが出せるのかなと思います。実際後ろもね、結構、後ろ向いたら青になっててね、また前から見るとちょっと印象が変わりますよね。前はオレンジかなって感じです。このオレンジと黒と青の配色が絶妙ですよね。めちゃくちゃかっこいいなぁと思ってこれ出た時買いました。なんかね、90年代っぽさもあるんですけれども、なんかこう独特な配色っていうのが非常にね、今の気分にぴったりかなって感じです。これがですね、僕のもう、去年、出たの去年か一昨年なのかな、ちょっと詳しく忘れたんですけれども、これはもう買った時から最近常にずっと着てるような感じです。スケートするときとかね、着るのはちょっとね、汚したくないんで着てないんですけれども、普段ですね、これかなり着用してます。めちゃくちゃかっこいいっすね。このカラーの他にね、白黒もあるんですけれども、ちょっと機会があればね、白黒の方もちょっと今年買いたいと思います。最初白黒はね、別にいいかとかって思ったんですけれども、よく見るとね、白黒もすごいかっこいいなと思って、ちょっと今狙ってます。これの、真ん中から分かれるタイプのジャケットもあるんで、そちらもですね、ちょっと機会があれば買っていきたいなと思います。こちらも L サイズですね。L でもね、ほんとちょっとゆとり持って着れるようにできてるんで、ワンサイズ大きい感じなのかもしれません、こちらも。ちょっとね、ドットショットとかと同じサイズ感で買うともしかしたらでっかいって感じるかなと思います。かっこいいっすよね、ほんとに。袖もね、ゴアテックスってこんな感じで書いてたりとかもして、マークはね、定番のこの最近多いこの黒いロゴの中にノースフェイスで白く書いてるやつですね。はい。まあ、これがですね、僕の中の1位になります。まあ、ストリート編ですね。ストリートスケーター編ではもうぶっちぎりの1位ですね。はい、これになってます。まあ、こんな感じでですね、ちょっとスケータースタイル、ストリートスタイルの時に着る個人的なランキング、まあ、3位から1位っていうのを紹介させていただきました。で、まあちょっとね、ここに紹介してないのもまああるんですけれども、まあ、1、2、3の時点、まあ、4位っていうところの商品も一応紹介していきたいと思います。4位がですね、まあ、4位っていうか気に入ってるんですけれども、まあ、こちらのノースフェイスとシュプリームのマウンテンジャケットですね。これも、まあ、時点というか、まあ、ちょっと順位に入れるかってところで迷ったんですけれども、ちょっと購入するのがね、なかなか難しいというか、タイミングとかね、運とかもあるんで、ちょっとランキングに入れるのはどうかなと思ったんですけれども、これは正直かなり、インパクト抜群でね、もう即座にスケーターになれる感じですね。まあ、シュプリームっていう時点でね、もうスケーターって感じがするんですけれども、まあ、そのシュプリームとノースフェイスのコラボで、まあ、こういう風になってます。はい。これもね、まあ、前回紹介してますよね。過去の動画見ていただいたらわかると思うんですけども、めちゃめちゃ簡単にスケーターになります。実際これ、ちょっと太めのパンツ履いてね、ちょっと軽くパンツ下げて、まあこれ着てしまえばもうすぐスケーターになれます。あとはもうニットかキャップかぶればもう完全に仕上がっちゃいますね。っていうぐらいまあ簡単に合わせれるんですけれども、まあまあなかなかね、買うチャンスっていうのがすごい少ないのかなとは思うので、ちょっと時点とさせていただきました。こんな感じでですね、スケータースタイルやストリートスタイルに合うような個人的なランキング、3位から1位っていうのを紹介させていただきました。多分なんとなく想像はついたと思うんですけれども、まあ1位のジャケットが個人的にはもうかなりお気に入りできてます。で、大体その普段スケボー行く時にはマウンテンライトジャケットを着てったりとか、3位のコーチジャケットを着ていくような感じになります。まあ、ほんとね、どの商品もそのノースフェイスって合わせやすいなと思います。まあ、そのストリートスタイルであったり、スケータースタイル、まあ、ジャストサイズで着るきれいめな時であったりとかね。まあ、カラーによってはね、もう黒とかだったらね、スーツとかに着てもおかしくないのとかもあるんで、まあそういった意味でもね、幅広くいろんなシーンで使えるブランドだと思いますので、もうスケートしてない方であったりとか、まあ個人的にジムに行ったりもそれしてるんですけど、まあジムに行く時のスタイルとかにもね、簡単に合わせることができるんで、非常におすすめなブランドになります。まあこんな感じで、スケーターの時に着るランキング、3位から1位っていうのを紹介させていただきました。まあおそらくですね、なんか、マウンテンライトジャケットとかはね、ランキングに入ってくるんじゃないかって想像した方はいると思うんですけれども、本当に一番気に入ってるのは1位のレイジシリーズのプローバージャケットですね。こちらがね、本当に気に入ってよく着てるんですけれども、まあね、やっぱり、その、コーチジャケットであったりとか、マウンテンライトジャケットの形っていうのが非常にね、合わせやすいのかなと個人的には思います。プローバーに関してはちょっとね、デザインとカラーがね、若干その、独特なところがあるんで、ちょっと合わせるのが難しい時とかもあるんですけれども、やはりコーチジャケット、マウンテンライトジャケットの無難な色を買うっていうのが、もし今後そのノースフェイスをね、買いたいなって思っている方がいるんであればおすすめかなと思います。で、黒とかカーキとか買った後に赤であったりとか、黄色とか青とかって買うとね、バリエーションも広がって非常に、まあ、ファッション自体もね、面白くできるんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでですね、ファッションの方もスケボー以外にちょっと楽しんでいるような形になるんですけれども、まあ、今日ですね、ちょっとこのチャンネル以外にもですね、自分サブチャンネルやってるんですけれども、サブチャンネルの方でもちょっとノースフェイスの方を紹介しています。で、今回そのサブチャンネルの方で紹介したジャケットがですね、ノースフェイスのこちらのジャケットになるんですけれども、これ今年のカラーかな？今年出た春夏のカラーだと思うんですけれども、ブラックデニムですね。ブラックデニムのマウンテンライトジャケットになります。まあ、普段ジャストサイズで服着てるんですけれども、まあ、そういう時にどういう風に着てるかとか、まあ、どんな感じ、着用感だよとかってことをね、簡単に、まあ、ちょっとメインチャンネルよりは雑な内容になっちゃうんですけれども、紹介してます。もしね、興味がある方いればそちらもね、ちょっと見ていただけたらなと思います。まあ、今後その、スケーターじゃない服装であったりとか、まあ、普段のその、買ったものとかっていうのはですね、なるべくそのサブチャンネルの方でね、紹介していこうかなと思うので、まあ、もしね、その、興味があるよって方がいたら、そちら見ていただけたらね、服好きな方はね、そっちの方がもしかしたら今後楽しくなっていくのかなとは思います。まあ、初回はね、バブアーとか紹介したりとか、まあ、デニムの色落ち具合ちょっと試すよとかそういう動画も上げたりしてるんでね、スケーター以外の方はね、もしかしたらサブチャンネルの方が面白いのかなと思います。ということでですね、今日はこんな感じでちょっと終わりにしたいと思います。また今後機会あればね、またノースフェイスの動画であったりとか、まあ、別なもの、スニーカーとかもね、買ったりとか、まあ、抽選した動画とかもあるので、そちらの方もね、アップしていけたらなと思います。まあまあほとんどね、靴とかはね変えてないような感じになるんですけれども、買ったものもちょいちょいあるんで、そちらの方も機会があれば紹介していきたいと思います。あとまあノースフェイスとかね、そういう服でこんなのやってほしいっていう意見があれば、自分にできる範囲であればやっていきたいなと思うので、コメントの方入れてくれたらありがたいなと思います。ではこんな感じで今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。